科学校来て生まれたみたいな話を聞いて、もうなんかダンスにそのままダンスのために生まれてきたのかなって感じです。ダンスを本当に自分にとっては水を飲むとか服を着るとかそういう感覚と一緒なのかなって思ってます。だからダンスなかったら怖い、考えたくないですね。怖いです、めっちゃ。レッツゴー。めっちゃ踊ってダイアナ・ロスの「I'm Coming Out」すっごい好きな曲だったから。Yes, yes, 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 yes. Oh. Yes, please. Fine. They say that I'm so fine. You could never match my grind. Please. Oh. What you know about rolling down in the deep when you break? Yo. Mental freeze. 3, 2, 1.って思って、ストリーム見て正直言っちゃうめっちゃ疲れてたから。しかも曲もファンクだったし、わ、自分が好きな感じで踊れそうだなと思って超リラックスしながらラストバーみたいな、シャーみたいな。Yes, sir. Yes, yes.Thank you. I was dancing. Your official winner of Red Bull Dance Your Style 2022 アナウンス聞いた瞬間に、ね、正直言っちゃえばもう超泣きそうになったけど、でもなんか普段泣かないから泣けなかったんですけど、うるってきましたね。嬉しすぎて、なんかもう久々にこんな嬉しい思いしたなっていうぐらい嬉しかったです。自分が優勝して帰ることに自分めっちゃファンは喜んでくれるし、それしか自分が恩返しできることないから。